こんにちは、Fスターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はですね、エースターファーストキル見てまいりました。で、前半ネタバレなしで後半ネタバレありでやっていきたいなと思います。エスターですね。まあ、前作、2009年ですね。もうそんな前なんですね。ホラー作品でございます。まあ、なんでしょう。まあ、結構劇場公開っていうよりは、結構口コミでね、話題になって配信とかで見た人が多いんじゃないかなって気がしてるんですけど、僕もそうなんですけど。で、待望の続編が14年ぶりの続編だというところですね。まあ、前作はですね、かなりその、なんでしょう、ネタバレ厳禁な作品だったなと思うんですけども、一個トリックがあってね、そのギミックを活かして、こう、進めていくような話だったんですけども、今回は一作目の前日談っていうね、話になってますんで、前日談だけど続編ということで、まあ、その前作であった設定はもう序盤で明かされるっていうね、感じになってまして。で、また今回もね、まあネタバレ厳禁系ではありますね。はい。でかいギミックが入ってて、それが面白いポイントだったなと思います。あとね、主演のね、イザベル・ファーマンがですね、12、3歳ぐらいだったんですよ、前作はね。今作13、4年経ってるってことで、もう大人なんですよね。もう完全に身長が伸びきってるっていうところで、でもまた今回ね、子供の役をやるっていうところで、これどうやってんだっていうね。まあ、かなりうまいことね、やってますね。うまいことやっても10歳児ぐらいの、身長に見えます。しっかり。これはちょっとネタバレありの方でね、ちょっと詳しくちょっと話していこうと思いますけども、撮影ね、これに関しての撮影かなりうまかったなと思いますね。まあ、そんなところです。ネタバレ厳禁な部分が、かなりでかくて、そっからかなり中盤でね、一個ネタバレの部分があって、ツイストかかって、で、展開していくって感じになるんで、結構話せないですね。はい。これかなりおすすめではあります。前作見直す必要はないと思うんですけど、てか僕は見直さないで行ったんですけど、まあ全然楽しめたし、わざわざ見る必要はあるかな？情報知ってればいいかな？前作は。ってぐらいの感じでございますね。2から入って、面白かったから1見ようと思って、でそれで入ると1が結構面白くなくなっちゃうかもしれないなって思ったりしたんですけど、まあこのとんでもギミック映画にありがちな、まあ、サガかなという感じはありますね、はい、じゃあここからはね、ネタバレありでやっていきたいなと思います。はい、ドア玉ですね。病院、アーカムアサイラムみたいなところに行くんですけど、ここでね、いきなりもうエスター、リーナですね、今回は。いきなり出てくるシーンがね、すごく、もうちゃんとホラーしてますね。ランプ演出。ランプがついて、こう消えてみたいな、まあわかりやすい、ホラー演出であったんですけど、まあ、ここね、赤だし、このなんだろう、緊張感も仰ぎながら、点滅で、このなんか妙な不快感ですよね。それもありながら、こう、急に出てくるっていうね、怖さがあったかなと思います。ここでもうリーナ、まあエスターですね。これが、どういう人物なのかっていうのを全部もうここで出しちゃいます。はいやーと思って。はい。だから、これ、逆にね、これ前作見て、ないで見た人は、もう前作見る必要がないぐらいここで全部話しちゃうんで。で、この辺で、あれ待てよと思いますよね。イザベル・ファーマンがね、もう成長しきってる大人なんで、この子供っていう設定ね、設定というかまあ身長ですね。これをどうやって撮んだろうなと思ったら、ここはかなり計算してやってましたよね。後ろ姿の時は子供を用意して。で、なんだろう、顔を撮る時は上から俯瞰気味でこう撮ると。いうね、あと、リーナ一人のシーンがね多いんですよね。部屋の中で一人とか、対象になる人物を作らないように演出も構成されてた感じですよね、はい、リーナのね部屋で一人のシーンとか、いろんな遠近法を使って、あとは単純にセットがでかいのか、なんかそういうね、ギミックがあれあると思うんですよね。どう見てもあの大人に見えないですよ、一人でいる時ね。だから鏡の前に立ってるシーンとか全然ちっちゃく見えるし、だから鏡がバカでかいのかわかんないですけど、これめちゃめちゃねメイキング気になりますね。めっちゃ面白いです、この撮り方。全く隙がなかったですね、はい。で、この後にリーダーの脱走のワンカットが入るんですよ。これがめちゃめちゃうまいですね。後ろを追ってて、後ろ姿の時は、子供ですね。で、カメラが一回リーナフレームアウトして、こう前に来ると、顔、リーナの顔がちゃんと映るっていうね、こう、このフレームアウトしてる間に、こう、さっと、入れ替えてね、やってたりして、あと、ロッカー、リーナが前に行って、ロッカーに隠れます。
で、そしたらリーナの顔がこっち向いて振り返って見、覗いてくるっていうね、ここも入れ替えてねやってたりして、うわこれほんとうまい撮り方だったなと思います。うまいし、ここでワンカットでね見せることによって、こうよりね子供に見えるというか、物語に入り込みやすく、なるっていうね、そういう意図があったかなと思います。ここ素晴らしいワンカットでございました。で、リーナって呼ばれてたんですけど、ここでねエスターって呼ばれる理由がここでわかりますね。あ、そういうことだったんだと、なりすましだったんだっていうね、ここでわかりますというのがありまして、でアメリカに行きますね。この辺からね、今回の話の主人公はエスターだっていうのがこう見えてくるんですよね。あ、え、そっちかっていう。前作は一応お母さんがね主役というか主人公ではあったと思うんですけども、今回は殺人鬼を主役に置いて、でエスターっていう女の子が失踪しちゃって、その子が自分にちょっと似てるから、その子になりすまして家と食事をねもらうっていうね感じになっていくんですけども、ここ潜入者だと、おとり捜査っていうか、あの潜入スパイ者みたいな感じになっていくんですよね。こっからあの子供のふりをしていくんですよ。これが面白いんですよね。なんかバレないようにこう子供っぽく振る舞ったり、前作にはなかったねエスターの視点で描かれるんで、どういうこのプロセスを踏んで、勉強していったのかとか、なんとなく見えてきて、これ面白いんですよね。潜入者って普通、まあヤクザとかマフィアとかねに、警察がこう潜入していくみたいな感じのパターンが多いと思うんですけど、今回逆なんですよね。完全に善良な一般家庭に、もう殺人鬼のエスター、リーナですね、俺が潜入していくっていうの完全な逆、目的も完全に逆になってる作りで、これ面白いなと思いましたね。後々ね、その、善良な一般人っていう定義もね、崩れてくんですけど、その発想の転換あったかっていう感じがあって、発想が柔軟ですね、この監督は。面白いですね。で、まあ親父好きってところはね変わらずありまして、で、あのデカがね、刑事がねかなり鋭くてね、レコード持ってかれるんですけど、なんか大事な本あったじゃないですか、なんか本辞書なんですかね、あれ結構大事にしてたと思うんですけど、あれをなんですっげー見やすいところに置いていったのか、あれな、どういう感じなんでしたっけ、もう見落としてたかもしれないんですけど、まあとにかく、デカの家に行きますね。はい、でぶっ殺すんですけど、なんかこの映画ね視点がめちゃめちゃどんどん変わってくるんですよね。エスター視点で、エスター主人公で進んでると思えば、ホラー描写の時は絶対エスターが、ホラーの対象になってるというか、デカだったり家族の視点になってたり、なんかコロコロ変わるんですよね視点が。これがまた面白いポイントだなと。ただまあここのねデカの殺されるシーンはなんかもうちょいなんかスニークメタギアで後ろから近づいて殺すみたいな、なんかああいうのがあってもよかったかなっていうか、エスター視点で殺しを描いてもよかったかなというのはありますね。はい、この後ですよ、この後びっくりマジで、えっていうね、お母さん来て、いやマジかい、そっち、そっちなんだ、なんかただ単純にターゲットっていうか殺されるだけな家族なのかなと思ってたら、貞子 VS 佳代子みたいなね、サイコ VS サイコっていうね、そういう展開になっていきましたね。これは斜め上ですね。しかもこれ結構中盤でしたよね、まだね、うわまたやりやがったよみたいなね、うわーっていう。しかもこっからの日常描写がめちゃめちゃ面白くなってくるんですよね。こういうなんか契約が入ったことによって、住むところが欲しいリーナと、まあ夫を騙してでもね家族家庭を守りたいっていう母のね、この利害が一致した2人がですね、こう一応協力してやっていくという感じなんですけども、いやこっからマジで女怖い映画ですね。もう本当に女の人めちゃめちゃ怖いなっていう映画になっていきます。お母さんとエスターがね、なんか打ち合わせしながら心療内科みたいなとこ行ったりとか、そのパーティーみたいな開くんですけど、ここのねパーティーシーン、あのエスターっていうねキャラクターというか、まあ人物ですね、これ自体がまあ映画に見えるんですよね。これが面白いところで、エスターを演じてるリーナですね、それにエスターに演出をつけるお母さん、まあプロデュースもしてると思うんですけど、そういうお母さんですね。でそういうね作られたエスターを見てる、お父さんっていうね、お父さんとあと親戚とかか、はい、っていうね、このなんでしょう、この映画の構造ですよね。今回のエスターっていうキャラクターはなんかそういうその映画自体であるっていうね、これがまた面白いポイントだなと思います。はい、でこの後の続く日常描写、これがねもう怖いんですよ怖かったですよね。単純に飯食ってるだけなのにめちゃめちゃ怖いんですよね
あの腹の探り合いがずっと起きてるっていうね。睡眠薬だかなんだか入れられたりとか、朝飯になんかネズミ入ってたりとか、まあ、そういう感じになってきますね。で、気づいたらね、気づいたっていうか、まあ最初からその気はあったんですけど、まあお母さんは、まあ夫のこと好きですよね。で、エスターもまたね、親父が好きってところで、父がね、ヒロインになってくるんですよね。まあこれ前作も一緒だったか。なんか父を、お父さんを取り合って、結果このね、女の人二人がバチバチしてるっていう、あーこのなんだヒルドラみてえなヒルドラみてえなね展開がね、またあエスター見てるわって感じだし、しかも今回はねこの両者の素性がね完全に二人とも分かりきってるんで、こうよりバチバチっていうね静かなる殺し合いがねずっと起きてるって感じでしたね。まあ薬もらえたところとかね見てると、なんかちゃんとしっかりねリーナエスターですね、感情移入ねさせてく作りになっててね面白いんですよね。でまあ、そのツイスト以降ね、そういうなんか感情移入させるような描写、あとヒリヒリするような緊張感ある描写を積み重ねていきまして、ようやく最後にね、あの画廊に行きますと、お父さんがね、まあ運転シーンとかありまして、クライマックスの、この家でのねバトルになってくるんですけども、ここがもうちょっとね僕はなんだろう、もうちょっとロジカルにやってほしかったなって気がしますね。エスターがね結構な詐欺師だっていうね話が序盤であったんで、まあ詐欺はしてるんだけど、なんか頭いい感じをもうちょっと見たかったかなって気がしてて、なんか不意打ちでねボウガン打ってあの息子を殺して、で母親に関してはそんなにお父さんがどっちが信じるかみたいなところで助かるっていうね、あそこのねお父さん帰ってきてからより結構雑になっちゃうんですよね最後ね。まあ走ってもういきなり屋上行っちゃって、でどっち助けるんだどっち助けるんだみたいな振りもちょっと短いかなと思いました。エスターの腕を掴んでるんですけど、どっち助けんだろうみたいなカットが 2,3 カットあって、もう次手エスターの手を押さえてるカットに行っちゃってるんで、なんかもうちょっとねハラハラさせて欲しかったなと思いますね。意外とあっさり奥さん落ちちゃったわって思いましたね。お父さんが最後エスターがリーナだっていうのね、気づくシーンがなんかすげえざっくりっていうか早えなっていうね、ハート出ただけでエスターがリーナって分かんなくないって思うんですけど、その直前まで娘を助けるっていうね、このなんだろう親子としての愛を持ってねこの接してた人が、歯が取れただけでそんなにすぐ冷めるかなっていうかバレるかなって思うんですけど、まあその歯とね愛してるのとかなんかいろいろ言ってたから、でもちょっとなあそこで急に心変わりするのはちょっと納得いかなかったかなって気はしましたね。でもまあ一作目の関係上ねあそこで全員殺さなきゃいけなかったっていうのがあるんで、まあ難しいところかなとも思いつつっていう感じでしたね、はい。で、最後ね警察署で座ってる絵で終わるんですけど、最後もねローグワンみたいな終わり方、ローグワンもねエピソード4のもうマジの直前で終わるんで、あそこ最後ね終わり方は良かったかなと思いましたね。まあほんとクライマックスのとこだけかな、かなり大味で終わっちゃった気がしたかなというところですね。もっとロジカルに殺していってほしかったなという、以上でございます。はい、まあ全然面白かったっす。普通に見た方がいいかなと思います。はい、で来週なんですけども、まずシャマランのね新作ノックですね、こちらとあとはベン・アフレックの新作ですねエア、これは話題作でございます。こちらの2本来週やっていきたいなと思います。よければコメント高評価チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまたお願いします。